我々の組織である JSPA なんですけども、日本シンセサイザープロフェッショナルアーツの、英語の頭文字を取って JSPA というふうに、呼んでますけども、宇治でございます。 JSPA では代表理事を務めておりますが、アートリアとはね、ほんと長い付き合いで、 V コレクションの中ではね、やっぱ思い入れのあるのがミニ V でね、3オシレーターっていうね、ベースの音があるんですけど、それ私が作りました。どうもこんにちは、須田雄介です。 JSPA では理事をやらさせていただきます。普段は音楽作家事務所経営兼作曲家、音楽プロデューサーやっております。僕が V コレクションの中で好きなシンセはブックラ・イーゼル V、 モジュラーシンセとか、ああいうシンセの中でなんか一回キーをしたら音止まんないみたいな、コントロールしきれないアンコントローラブルなところがすごくシンセっぽいし、ブックラをたくさん使わせていただきました。ありがとうございます。森尾隆です。 JSPA で理事をやらさせていただいてます。 V コレクションで一番好きなのは、ARP の 2600V です。なんですかね、すごい派手なところと柔らかさとの間の微妙なあの音感がすごい好きで、ARP 2600V よく使ってます。いや、 V コレクションで、はい、もうめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか。はいはい。で、これもいいんだよねみたいな。僕やっぱりオーバーハイム好きなんで。うん、来たね。はい、 SEM とかマトリックスは、うん、実機も僕マトリックス12持ってるんですけど、まあ、非常に分厚くて、実機がさすがにちょっと使いづらいんで今更。でかいしね。でかいし、実は今日落っこちてきたんですよ。どういうこと？どういうこと？ボコーンって、あれ奥が深いんで、こう斜めに立てかけなきゃいけない。ね、それがボコーンと落っこってきて。奥行きでかいから。はい。V コレクションの中で、まあ SM も使えますけど、うん、使えますけど、どうですか ？OBXAV が出た。そうだ。これもね、はい、プリンスのあのサウンドがね入ってるわけですよ。ジャンプのあのサウンドが。たまんないでしょ。割と僕初期から使ってるのがモジュラー V。 結構一からなんか効果音みたいの作る時とかは、うん、やっぱりあれが一番変なとこからモジュレーションかけて楽しいんだよね。またあのパッチングがさ、あとね CS80V、 この CS80V のポリフォニックアフタータッチがね、あれ効くんだよね。何気にすごいです。そうだから一人バンゲリス遊びができるんですよね。そうなのよ。僕実はあとアーチュリアで言うとよく使うのはピアノ V。 あ、そうだ、V コレクションすごいところはシンセもすごいんだけど、キーボード群がすごいんだよね。そう、あれでフィジカルモデリング、そうなんだよ、うん、ローズもそうだし、ウレッツァもフィジカルモデリングだし、あの B3V もすごいんだよね、あれも。オルガンもね、なんかこう、はい、エミュレートの違いが、エフェクトの設定も細かく、そう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 、いや、ここよくここまで網羅したよねっていうレベルに仕上がってるこの V コレクションの凄さは、皆さんもぜひ体験していただきたいですね。うん、もともとですね、プロフェッショナルな、シンセサイザーは使う音楽家プロデューサーという方々の、まあ、コミュニケーションですね、あといろんな情報の共有だとか、あとは著作権とか著作隣接権の、管理のところですね、含めて、まあ、音楽家としてのシンセサイザーを扱うミュージシャンの地位の向上ですとか、まあ、そういった形で、集まって、プロフェッショナルが集まったという団体ではあるんですけども、シンセサイザーを含めた音楽制作の普及というところが認知されてまして、音楽愛好家の皆様ですとか、もっと幅広く、若い方々にもシンセサイザーを広めようと、音楽普及のところも力を入れて頑張ってます。 JSPA の上杉です。普段はサウンドクリエーションとか、そういったことをやっております。アートリアの中ではアナログラブ V を、使うことが多いですね。結構いろんな音がすぐに探せるので重宝してます。 JSPA の角谷です。シンセサイザープログラマーをやってます。レコーディング、ライブ、オペレーションをやってます。アトリアの中ではプロフェット V がよく使ってます。 JSPA の渡辺と申します。普段は映画音楽ですとか、まあ、アニメ関係ゲーム系の音楽をやっております。フェイバリットシンセというかアトリアの中では DX7V を、まあ、結構好んで使わせていただいております。結構僕はよくこう、まあ、サウンドっていうかね、音楽っていうよりは割とサウンドで使うことが多いんですけど、うん、ない音を作るときって重宝しないですか？めちゃめちゃ重宝しますね。まあそれこそモーグモジュラー V で一から作ったりとか、それぐらいの感じで作ることが多いです。門谷さんなんかどうですか？
俺はもう30年ぐらい前に作ったプロフェットの実機で作った音が今までのシミュレーションしたソフトシンセだと出せなかった音がやっとなんかプロフェット V で再現できるっていうか、そうなって嬉しいです。音色の違いとかってあるんですか？音色まあ多少あるだろうけど、そんなに気にならないぐらい、もうこんだけ近似た音が出せてもそれだけで嬉しいっていう、使ってる人が言うんだからもう間違いないですよ。ですよね。渡辺さんなんかどういう使い方ですか？僕はですね、もうそれこそ実機持ってるんですけど、DX7-2 持ってて、で、まあ、ご存知の通りめちゃめちゃエリート難しいんですよ。DX7-V だとアルゴリズムとかモジュレーションマトリックスがもう視覚的にもうバリバリ見えちゃうんで、ベース作ってたのにいつまでシンセパッドになってるとか、あと結構強烈なのがアルゴリズムを強烈に変えるんですよ、強制的に。でそうするとライブ中に何でしょう、プリセットを切り替えなくても自分なりの音がいきなりババって出したりとか、ロムの中売ってたら市販のロムってほとんど確か入ってたはずなんですよ。でそれで結構昔の音も出せれば、あとは最近の、まあ、EDM とか、うんうん、あそこら辺の、最先端のダンスミュージックとかで重宝してますね。僕なんかアナログ、ラボ V、あれ使うと、結局機種またげるじゃないですか。あ、はい、これが良くて、で、うん、結構そのなんかサウンドクリエーションとかずっとやってると、この機種で頑張り続けた方がいいのかやめた方がいいのかっていうのすごい悩む時ってあるじゃないですか。この目的の音が出せなくて、分かりますその時にこう飛べるっていうのがちょっといいなっていう、うん、機種に依存しないであと組み合わせできるのいいですよね。あ、そうですよね、うん、松竹秀樹です。シンセサイザープログラマーです。そうですね、もう今考えてみるともう何十年前なんだろう、まあ、初めてね、こういういわゆるソフトシンセを開発された時からやらせていただいてますね。あの時の記憶をやはりこのモジュラー V で再現させなきゃいけなかったんで、記憶のみで作った、それがやっぱちょっと大変だったですね。そうですね、やっぱつまみの形状とかね、それからあとワイヤリング、これがやっぱりまあデジタルというかすごく斬新な画期的な発想だったんじゃないかなというふうに、ね、思いますね。正しいパッチの仕方なんて誰もわからないわけで、僕もわかりません。だからやっぱり何回か失敗を繰り返しで自分の音に近づける、希望としている音に近づける、その努力をぜひしていただきたいなというふうに思ってます。自分が作りたい音をその場ですぐ演算して作ってもらえるシンセサイザーを作ってもらいたいですね。つまりやっぱりその人しかない頭の中で考えている音、それをぜひ脳波と血流と心臓音で作れないかなと